今日も疲れたな。みんな学校お仕事お疲れ様でした。それではうまるちゃん楽しんでいこうぜ。お疲れ様お兄ちゃん。ありがとううまる。お仕事忙しいのにいつも家事までしてくれてありがとう。お兄ちゃんのおかげでこうして暮らせるんだって毎日感謝してるよ。なんだ、なんで俺はこんなに感謝されてるんだ。ああありがとう。また焼肉でもおごれというのか。おかしい、誰もいないのに外行き者だ。明らかに何かを企んでいるな。なんだ、何かしたいのか、したのか、それともおねだり。どっちにしろ何かあるのは間違いない。流されないよう気を引き締めよう。ぼーっとしてどうしたの。もしかして気分が悪いの。大丈夫、少し考え事をしていただけだ。そう、それならいいけど。それより今日は宿題ないのか。家に帰ってきてすぐに終わらせたよ。え、何かおかしい。おかしい、おかしくないけどおかしすぎる。それとお部屋の掃除をしておいたから。掃除もした。勝手に物を動かしちゃったりしたけど大丈夫かな。言われてみれば部屋の中が片付いてる。いつもは散らかり放題なのに余計なものが一切ない。それどころか隅々まで掃除が行き届いて髪の毛すら落ちていないなんて。なんなんだここまでするほどのおねだりは。ここまで綺麗にするのは大変だったろう。ダンボールはいっぱいあるけど。お兄ちゃんの苦労に比べたら全然だよ。あ、そうだった、お風呂も沸いてるから好きな時に入ってね。お風呂も沸いてる。なんて俺はいい妹は。違う、あ、やばいやばいやばい。ありがとう、至れり尽くせりだ。これ目論んでいるなのかなかは知らないけど、頑張ったことは事実。そのことに関しては素直に喜んでおこう。それで一体いつ切り出してくるんだ。お兄ちゃんどう。え、何が。また考え事何か悩んでるの。生まれで力になれることならするよ。そういうのじゃないから大丈夫。それより何だって。お疲れみたいだから肩を叩いてあげる。肩も叩いてくれる。こんな生まれがいるのか。悪いからいいよ。お前は偽物なんじゃないか。何、妹に遠慮してるの。だけど、いや、そうだな、お願いするよ。うん、任せておいて。それじゃあお兄ちゃんはここに座って。わかった、すべて任せるよ。始めるね。トン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 。お、もしかして痛かった。逆だよ、結構うまいじゃないか。よかった、続けるね。トン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 。あ、トン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 。だいぶ凝ってるね。いや、そうでしょ、いや、ゲームばっかやってるからね、凝るんですよ。そうか。うん、岩みたいだよ。岩。こんなに苦労をかけちゃってるんだね。ガンちゃんになっちゃってる。別に苦労だなんて思ってないよ。大変なこともあるけど嫌だと思ったことは一度もない。わあ、さすが大平。それにしても本当に気持ちがいい。誰かに肩を叩いてもらうのがこんなに気持ちいいだなんて。たまにはこういうのもいいね。そうだな、俺もそう思うよ。他に凝ってるところはない。大丈夫、十分だよ。それより要件はなんだ。何か俺に言いたいことがあるんだろう。あれ、バレてた。バレバレだな。さすがにここまで手厚くいろいろされたらな。あのね、欲しいものがあるの。そんなことだと思ったよ。それで何が欲しいんだ。携帯ゲーム機、ネットにつないでゲームもできるんだよ。これ何、 PS ビータ。いくらするんだ。2万円。うわー、22,000円くらい。ガチで PS ビータじゃん。結構いい値段するな。やっぱりダメだよね。はあ、わかった、いいよ。わかったよ、いいよ。え、なんで。何かを頑張ったら相応のご褒美をあげるって約束しただろ。でも掃除して肩叩いてね、えお風呂も沸かすだけで逆に PS ビータ買ってもらえるんだな。もうそれはみんなやるよ。
正直ちょっと高いけどな。でも自分から率先してやったという点を評価して特別に買ってやる。やったー、ありがとうお兄ちゃん。こら、くっつくな。嬉しくてつい。このなんか背中合わせいいな。だけど値段が値段だからすぐには無理だぞ。ボーナスが出るまで待てるならって条件付きだ。楽しみだな。さてと、肩のこりもほぐれたことだし、夕飯の支度するか。いやー、いいお兄ちゃん。ボーナスいくらもらってるんだろうね。まあでも働いたら22,000ならポコッと出せるんじゃない。ポコッと出せんか、割と出せる気がする。どのデータをしますか。さてと、次はこっちか。これだね。お兄ちゃん起きて、朝だよ朝。なんだなんだ率先して。うまる、一体どうしたんだ。ずいぶん早起きじゃないか。今日のうまるはやる気に満ちてるんだよ。それは結構だけど、俺を起こした理由は何だ。見て、今日もいい天気だよ。こんな素敵な朝にいつまでも寝てるのはもったいないよ。なんかうまるちゃんだいぶ変わってきたね。いつものお前にそのまま返したい言葉だな。いいから早く支度して出かけようよ。出かけるってどこに。どこっていうよりウォーキングをしたいの。おお、前のパートとつながってるね。これは驚いた。予想もしていなかった言葉だ。あの生まれが自分の意思でウォーキングをしたいだなんて。まさか俺はまだ寝ているのか。ドリームの中なのか。いてててて、突然ほっぺをつねったりしてどうしたの。どうやら夢ではないようだ。早く早く。なんだかわからないけど、せっかくやる気になっているんだ。水を差すわけにはいかないな。おお、うまるちゃんウォーキング来た。まずい。待て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 、溶けちゃうよお兄ちゃん。服そのままじゃないか。誘ったのはうまるだろう。私が強いなんて思ってなかったんだもん。確かにこの時間にしてはちょっときついな。本当だね、昼間だよこれも。だいたいなんで私服だ。そこそこそこ、帽子をかぶってないんだから暑くて当然だろう。熱中症になったら大変だし、もう帰るか。木陰を選んで歩けば大丈夫だよ。一体何がここいつをここまで。ねえ、本当だ本当だ本当、気になる。ちょっと日差しが大変だけど、風が吹くと気持ちいいね。今日は湿度が低いからな。ねえねえ、あっちに行ってみようよ。お兄ちゃん、何か素敵な出会いがあるかもしれないよ。しかし急にどういう心境の変化だ。前に誘った時は乗り気じゃなかったのに、生まれから誘ってくるなんてな。お兄ちゃん、ペースが遅くなってるよ。お前が早いんだって。ウォーキングは一歩を丁寧に歩くことが大切なんだぞ。へえ、そうなんだ。ちゃんと歩いてるよ。かかとからついてつま先で蹴り出すんでしょ。確かにしっかりとウォーキングしてるな。俺がついていけないのは若さで負けているからなのか。ほらお兄ちゃん早く、ぬまるが手を引いてあげるから。ちょっと待て、これ以上はジョギングになるぞ。その方が健康的じゃない。それにお腹が空けばご飯を美味しく食べられるしね。それは間違いないな。やっぱりウォーキングって素敵だね。いいことばっかりだよ。運動の素晴らしさに気づいてくれたか。あ、お兄ちゃん、そっちじゃなくてこっちの道にしよう。これ何か企んでるな。構わないけど、どうしてだ。さっきも言ったでしょ、素敵な出会いがあるかもって。ほらほら、ビンビン感じない。素敵な出会いがどんどん近づいてるの。これは飯の匂いか。こいつは何を言ってるんだ。素敵な出会いが見えてきたよお兄ちゃん。ここはハンバーガーや、ファミレスかよ。ファミレスでいいの。逆にファミレスが素敵な出会いなのか。うん、たくさん歩いて疲れちゃったから、あそこで少し休んでいかない。もうしばらくファミレス行ってないな。ドリンクバーとか懐かしいな。あ、そうだ、せっかくだから朝ごはんも済ませちゃおうよ。だけどこの時間じゃまだ開店前だろ。あともう少しだよ。15分も待たないし、
いいでしょ。待って待って、ファミレスって24時間営業じゃないのか。俺の知ってるファミレス大体24時間営業だぞ。そう、それで深夜に行ってドリンクバーだけ頼んで居座るっていうね、まあクソ野郎の行為をやってた時代もありましたね。まあジョイフルとか。あ、そう、地域によってさファミレスって違うじゃん。俺の知ってるのってガスト、ジョイフル、サイゼリア、デニーズ。デニーズはでもちょっと違うぐらいかな。もうそれぐらいだね。なんかジョナサンとかあるんでしょ。ジョナサンって何かわからんけど、マリオ RPG に出てくる敵にジョナサンっていた気がするけどな。確かに結構歩いたからな。少し休んでいってもいいかもしれない。それにたまには朝食を外で食べるのもありか。モーニングってやつだね。どうした、何があった。並んでる。え、しかもたくさん。なんだって。本当だ、開店前なのにすごい行列だ。開店前に来れば楽勝だと思ったのに、みんな全力を出しすぎだよ。やっぱりもう少し急げばよかった。ちょっと待て、まさか最初からここに来るのが目的だったのか。だって年に一度しかない限定朝メニューの日なんだよ。年に一度しかない限定朝メニュー、何それ。それ朝でいいの、逆に言えば。修復できたのと、あ、そういう理由か。まんまとやられたな。今日を逃したら次は1年後なんだよ。人として食べなきゃって思うでしょ。確かにそれはあるかもしれない。すっごい美味しいって評判だし、お兄ちゃんも食べてみたいよね。ね、お兄ちゃん。そういう理由があるなら朝からやる気なのもうなずける。だからいいでしょ、食べていこうよお兄ちゃん。どうするかな、せっかくだから食べていこうか。せっかくだから食べていこうか。さすがお兄ちゃん。少し甘い気もするけど、これをきっかけにウォーキングに興味を持ってくれれば。じゃあ明日もウォーキングするか。お断りします。これはこれ、それはそれですから。なんだこのテンションの差は。どうして断るときは丁寧語なんだ。それより人が増える前に早く並ぼう。はいはい、わかったよ。いやー、生まれをしっかり育成してね。お、学力がゼロになってる。バカ生まれになってるぞ。バカ生まれちゃん誕生だ。これかな。次、もうなんかストックがなくなってきたね。さて、そろそろ夕飯の支度をするか。待って、お兄ちゃん。あれ、ハムスターフードを買うっていない。今日の夕飯を作るの、ウマルにも手伝わせてほしいんだけど、いい？あのウマルが自ら手伝いを。ウマルめ、一体何を企んでいるんだ。もう、裏なんて何もないったら。まだ何も言ってないだろう。目を見ればわかるよ。ウマルが料理したいって思うの、そんなにおかしい？おかしくないと思う方がおかしいだろう。ひどいよお兄ちゃん。うまる、見返りなんて求めてないのに。あ、わかった。俺が悪かったよ。それで、急にどうしたんだ？何かあるのか？明日ね、調理実習があるんだよ。あ、調理実習は俺楽しみだったよ、結構ね。中高家庭科の授業で。いや、食べれるからさ、お菓子とか。なるほど、つまり料理ができないことをクラスメートに知られるわけにはいかないと。さすがお兄ちゃん、察しがいいね。まあ動機は何であれ、自分から学びたいと思うのはいいことだな。それで明日は何を作る予定なんだ。ビーフシチュー。私の担当は筑前煮だよ。筑前煮。筑前煮ってなんだ。あれか、タケノコをいぶすやつか。筑前煮か。それなら家にある材料で作れるな。よし、じゃあ早速始めるか。うん。わい、こんなに材料使うの。いいショットきた。うまるちゃんのエプロンめっちゃ可愛いな。あれエプロンか、エプロンか。家庭によって違うだろうけど、うちではこれが基本だ。失敗した。もっと楽な料理を担当すればよかったよ。地味に大変のエプロンがすごく可愛いっていうのがね、このワンポイントなのがまたいい。言っても仕方がないだろ。それより手はしっかり洗ったか。大変の顔、何これ。
バッチリだよ。指の間までピカピカ。よし、じゃあまずは野菜を切るぞ。ごぼうは皮を剥くんだよね。あれ、タケノコじゃなかった。ちょっと待て、もったいないことをするな。え、どういうこと？ごぼうの皮は栄養が豊富なんだから、よく洗って乱切りすればいいんだ。へー、さすがお兄ちゃん、無駄なことに詳しいね。無駄じゃないだろ、無駄じゃ。よしっと、これで綺麗になったかな。そしてふんふんふん、埋まる包丁をゲット。やばいぞ、なんか血でかすだろこれ。 おい、大丈夫なのか。指切んなよ。平気平気、ゾンビパラダイスで鍛えた刃物さばきを見せてあげるよ。ゲームと一緒にすんな。自信の根拠が不安すぎる。あー、かわいい。いいじゃんいいじゃんいいじゃん。ちょっとちょっと、リピートリピート。おお、これ多分アドリブだよね。ね、いいねいいね、こういうの。あー、もう危なっかしいな。姿勢の基本がまるでなってない。で、そんな持ち方じゃ指切るぞ。これほら、刃先は自分の方に向けるな。お兄ちゃん、横でわたわたされてると気が散るんだけど。カップルみたいだな、もう。すまん。でも、さっきから危なっかしすぎるんだ。怪我には注意しろよ。怪我には注意しろよ。うん、分かってる。乱切りっと。やっぱり危なっかしい。見ていて心臓に悪い。ただ知らないだけなんだし、頭ごなしに否定しようしないよう促さないと。悪くはないけど、もっと楽に作業できる方法があるぞ。ほんと優しいね。本当？包丁を扱うとき、反対の手は基本猫の手がいいぞ。猫の手？指を曲げて食材を軽く押さえるんだ。そうすると指を切りにくくなるから、怖がらず包丁を扱えるんだ。勉強になるね。でも俺は未だに猫の手の意味が分かんねえよ。猫の手やったらさ、第二関節のとことかさ、なんか骨丸出しになっちゃうじゃん、あれ切ったらね。怖くない？指を曲げて猫の手。そうそう、うまいぞ。焦らずゆっくりでいいからな。おー、形がバラバラだよ。まあそうだな。でも俺が初めて切った時よりも綺麗だと思うぞ。生まれって料理の才能があるのかな。そうかもしれないな。生まれ、なんだか乗ってきたよ。やばいぞやばいぞ。猫の、ぐしゃーって言わないよね、これすごい集中力だ普段が。あ、すごい、逆にやればできることなのは間違いないんだ。あとはどうやる気にさせるか、そこが問題なんだよな、やっぱり。ちょっと待って、トントントンのリズムが早すぎる。やばくなかったか今。トン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 って、もうプロじゃん。コツをつかんだ途端これか。天才だなこいつは。生まれが本気を出したら、俺なんてサクッと飛び越えていくんだろうな。いや、素晴らしい。とても、なんか、ほんわくするね、やっぱり。いや、生まれちゃんとかやってると、やっぱ帰ってきた感あるわ。この、アニメの世界に。いや、俺、アニメのやつとかね、結構本気でやるからね。はいはい。なんか、アニメだと思ってない。なんつうの？俺は二次元に入りたいと思ってるから。いや、もうまたくだらないことを語り出すとね、長くなるから。それでは、次のパート、次のパート終わったぐらいに、まああの外生まれちゃんルートの、入るんじゃないかなと。でそっからは完全に初見ですね。僕も皆さんも絵すら見たことないから、まああの動画を切るタイミングとかがぐちゃぐちゃになってるかもしれませんが、よろしくお願いします。それでは次のパートもよろしく。バイバイ。